現代語訳古事記下巻大佐崎の尊は浪速の高津宮におわしまして雨の下を治め遊ばされた」「このスメラ尊は葛城の卒彦の娘の岩野姫の尊をお召しになって」 大江の伊ほわけの巫と住之江の中美子た治ひの水わけの子と小朝妻の枠後の宿根のことの四つ方をおおみになったまた神に行った姫家のもろたの君牛もろの娘神長姫を召して畑の大伊良津子一名大草加の巫子と 畑の脇いらつめ一名長目姫の御事又の名若草壁の御事のお二方をお産みになったまたママ妹の八田の脇いらつめを召しまたママ妹氏の脇いらつめをお召しになったこのお二方にはお子はおわさないこのスメラ御事のお子は

ひつの巫女伊沢穂家の巫女の皆城として巫部部、水葉家の巫女の皆城として田地部、大草家の巫女の皆城として大草壁、若草壁の巫女の皆城として若草壁をお定めになった。また、旗人を使役して、マムダの堤、み、馬ラダの御霊殿をお作りになり、また、ワニの池、 よさみの池をもお作りになったまた浪速の掘り絵を掘って下水を海に通じまた雄橋の絵を掘ったり澄之江の港をお定めになったりしたある時スメラ巫とは高い山にお登り遊ばされ四方の国々を見渡したもうて国の中に煙が立ち上らず 人民は皆貧ししく暮らしているようじゃ今から3年の間は人民の家役を全て免除するように」と仰せられたこのために皇居は破損しどこもかしこも雨漏りがちであるが少しも修復などをおさせにならずその漏る雨は問いで受けたり漏らないところにおましどころを移したりなどしてその間をやっとお過ごし遊ばされた。 三年の後国の中をご覧になると煙がいっぱいに上がっていたそこで人民が飛んでいることをお知りになり今は火炎を命じてもよかろうとその胸を仰せいだしたもうた。このために万民皆栄えて火炎に苦しまないようになったそれでその御をたたえて聖帝の御世と申すのである 大妃の岩野姫の尊は非常にご嫉妬深い方であらせられたそのためにスメラ尊のお召使い遊ばされる峰たちは皇居の中をうかがい見ることもできずちょっと変な様子でもお耳に入ると足ずりをしてご嫉と遊ばすのであったその頃スメラ尊は吉備の天部の与えの娘 黒姫が美しいとお聞きになってお召し寄せになりお使い遊ばされたけれども黒姫は大妃の嫉妬を恐れて故国の吉の国に逃げ帰ってしまったスメラミコ女は高殿から黒姫の船でするのをはるかにお見送りになって応対遊ばされたそのお歌は「沖に小舟の連なる中を」。 の乙女の船が行く故郷を向けて帰り行く大木崎はこのお歌をお聞きになって非常にお怒りになり大浦に人をやって黒姫を船から追い下ろし久我路を歩いて国に帰らしめたもうたスメラ巫女は黒姫を恋しくおぼしめされて淡路島見物と大木崎を欺いて 遊ばされたときに淡路島からはるばると御展望になってお歌いになったそのお歌は「浪島の先より船出してはるかに国を見渡せば島が見えるよう波の上小野五郎島や粟島や安治政島に砂津島」「淡路島から吉備の国にみゆき遊ばされた」。そこで黒姫は。 その国の国山形という地にお迎えししてご接待申し上げた。スメラミコとは黒姫がお吸い物の青菜を摘むところにおいでになって応対遊ばされたそのお歌は「山の畑にまいた名も吉備乙女と来て摘めば心も楽しい二人ゆえ」「スメラ巫女がお帰りになるときに黒姫の奉った歌は」 山に向いて西風が吹いて離した雲のように離れて君が行ったとて心は離れておりませぬまた密かに忍んでやってきて落ち葉の下行く水のように密かに山に帰るのは誰が思いの夫でしょうこれよりのちのことであったがあるとき大きさきが のの明かり設を行われる御用意に御手を盛る三つの柏の葉を取りに紀伊国においで遊ばされた間にスメラミコとは谷田の脇イラつめをお召しになったところが大木崎がその柏を船にいっぱい積んでお帰りになる時にも取りの役所に使われている吉備の国の小島から出ている小物が故郷に帰る途中難波の近くで 大きさきに遅れていた蔵の司の女官の船と出会ったそこでその女官に「スメラミコとはこのごろ八田の脇いらつめをお召しになって夜昼楽しんでおられまするが大きさきはそのことをご存じないのでござりましょうなあのんきに出歩いたりしていらっしゃいますのは」と語ったその蔵の司の女官はこの話を聞いて大きさきの御船に追いつき 小物の語った一部始終を申し上げた「大き大妃は非常に大恨みになりかつは怒らせられて御船に載せてあった蜜の柏を一つも残らず海にお投げ捨てになっただからそこを蜜の先というのであるそうして宮中へお帰りにはならないで何速を避けて堀江を遡り淀川を山城までお上りになった。 この時に大隊になるには、山白川をゆらゆらと登って行けば、岸の上に生えて茂ったサしブの木、茂るサしブのその下に生えたツバキの葉も広く、咲くその花も赤赤と、その花のように輝いて、その葉のようにおおらかに我が大君の党とさよ。山白から回って。 奈良山の上り口について応対になるには山城川をゆらゆらと上り上って奈良山の山の口まで来てみれば私の行きたいその国は奈良の向こうの大和村大和の村をまた過ぎて葛城に増す親の里こう応いになってまた山城の方にお引き返しになりしばらくの間 継ぎの空との塗りの実の家にご滞在になった。住めらみことは大きさきが山城から山都の方にお上りになったとお聞きになって、とねりの鳥山というものを使いとしてお指し向けになった。その時のお歌は、急げ鳥山山城へ我が愛しい妻は山城ぞ追いかけ行って妻に会え。また次に ワニの御み口子をかわしになって、みもろの高木の多い子の腹にある名の池心、その心さ今はなく、そなたは背いて避けるのか、思う心も消えたのか。また、山城目が区は持って、掘った大根の根のように、白いそなたの甲いな鳥、抱いたこともなかったら、今更ら知らぬと家えもしよ。さて、 この口子の尾身がこのお歌を大きさきに申し上げるちょうどその折は大雨であったしかしその雨をも避けず御殿の前に平復すると大きさきは裏戸の方にお出ましになり後ろに回れば前にお出ましになるのであったそういう風で這い回って庭の中にひざまずいている時に庭の水たまりが腰までも深く口子の尾身は 赤い紐をつけた青ずりの衣服を着けていたのでその水たまりの水が赤紐に触れて青色も皆赤く染まってしまった口子のおみの妹の口姫は大妃崎にお仕えしていたがこれを見て歌うには大妃崎様に申し上げます私の兄の有様は涙なしでは見れませぬ大妃崎がその訳をお尋ねになると あれは私の兄の口子のおでございます」と申し上げたここに口子のおと妹の口姫および塗りの実の3人は相談してスメラことにこう申し上げに人をやることとした大妃様のお出まし遊ばしたのは塗りの実の飼っております虫で一度は羽う虫になり一度は卵になり一度は飛ぶ鳥となる ミーロに変わる不思議な虫がおりますこの虫をごらん遊ばされようとて大貴様はおいで遊ばされているのでございます決してことごころあってのことではありませんそれは不思議な虫だ自分も見に行こうとスメラミコとは仰せられて皇居からおいで遊ばして山城川を登り塗りの実の家にお入りになった時塗りの実は自分の飼っているそのミーロに変わる虫を大貴様に献上しておいた そこでスメラミコトは大さきのおいで遊ばす殿の入り口にお立ちになって大体遊ばすには山城目がコクは持ち掘れば大根の葉がさやぐさわさわざわざわ君がまた嫉妬騒ぎにこのように人をぞろぞろ連れてきた右のスメラミコトと大さきとの大体遊ばされた六種のお歌は「うたの返した。 という学名の歌である。「スメラミコトが八田の脇イラツメをお慕いになってお送り遊ばされたお歌は八田の小菅はただ一人子もなく栄える時もなく立ち枯れすがれか惜しいもの、口でこそ言う菅原と心は愛しいすがしめよ」「八田の脇イラツメのお答えの歌は」。 やたのひともとすげは子がなくて一人寂しくおろうとも君さえよいとのたまえばよしや一人でおろうともやたの脇いらつめはお子がなかったのでみなしろとしてやたべをお定めになったまたすめらみことはん弟のはやぶさわけのみこを中に立てておんいぼまいの めどりの巫女をお望みになったところが目取りの巫女は御使者の早草分けの巫女に「大妃様のご嫉妬がお強いので八田の脇いらつめも思い通りにお召しになることもできないのでございましょう。ですから私はお使いいたしとうございません。そしてあなたの妃にと私は思っております。」。こうお語りになってそしてすぐご婚姻になってしまった。 そこではやぶさわけのみこはそれっきりすめらみことにお返事を申し上げられなかったすめらみことは今度は直接に緑のみこのいられるところにおいで遊ばしてその殿のとの敷の上にお立ちになると緑のみこは旗に登って御祖を折っていられたすめらみことはお歌で「緑のみこの折る旗は誰に着せよと折る旗か」 とお尋ねになると緑の巫女は答えて「空高く飛ぶはやぶさの巫女が担ぎの絹を折る」これによってスメラミコとは緑の巫女のお心をお悟りになってお帰りになったそのあとから夫のはやぶさ分けの巫女がおいでになったが緑の巫女は「ひばりは高くかけるゆえ はやぶさわけよそこにいる大きいさざきを取りたまえ」とお歌いになった「すめらみことはこの歌がお耳に入り直ちに軍病をそろえて殺そうとしたもうたので「はやぶさわけのみこと「めどりのみこは手を携えて逃げ出し倉橋山にお登りになったその時はやぶさわけのみこが歌われた歌は「険しい岩立つ倉橋の山の岩根を登りえず」 わがをるしさ。また山の岩根は険しいけれど君が手を取り登るゆえ切り立つ山も軽々とそこからまた逃げて宇田の祖にまでお逃げになった時ついに追っ手が捕らえて殺し立てまつったその時の将軍山部の大館の村次は めどりの巫女のお手に巻いていられた玉の腕輪を取って自分の妻に与えたこの後宮中の宴を行わせられた際諸子の人々の妻女たちがみなみな散代したこの時大館村地の妻は緑の巫女の玉の腕輪を自分の手に巻いて散代したのであるところが大木崎岩の姫巫の女はご自身にお杯を取って 諸子の妻女たちに賜った時大盾の村地の妻の腕輪をお見知りになってお杯を賜らずその席から引き下がらせて夫の大盾の村地を召し出されあの巫女たちは不敬のことがあったからおのぞきになったのでこれは道理上当たり前のことでしょうけれどもそなたは臣下の分際で皇族のお手に巻かれていた玉の腕輪をそのご皇居を まだ肌も温かい間によくも剥ぎ取ってきて自分の妻に与えたりしたものですねこうお責めになって死刑に処したもうたある時スメラ巫女はご宴会を遊ばそうとして姫島に身行きになった時その島で狩りが卵を産んでいたそこで竹内の宿の御女とお召しになってお歌を持って 狩りの卵を産んだいわれをお尋ねになった。命も長いたけし打ち。菊や日本に狩りこんと。るや日本に狩りこんと。竹内の宿根はまた歌を持って。御こよ、よくこそといたもう。とによくこそ聞きたもう。私はまれな長いきで。いろいろ聞いてもおりますが。 日本の国で狩りがこう産んだ話は聞きませぬ。こう語り申し上げておことを配酌してさらに歌うのであった。我が巫女のみを継ぐとてその印狩りの子を産むか。これはほぎ歌の片歌である。この巫女に月川の西方に一本の大木があった。 その木の影は朝日には淡路島まで届き、夕日には高安山を越えた。この木を切って船に作ったところが非常に船足の速い船であって、人々はその船の名をからぬとつけ、この船で朝夕淡路島の清水を汲んできて、すめらみことの御陵にたてまり、船の破損した後はそれで塩を焼いた。 また焼け残った木片でとを作ってみたところそのとの音が七里にも聞こえたというそれで歌に「空ぬを持って塩を焼きあまりを持って箏作り柿き引き鳴らせばゆらの戸のトナカの石にひたしぎも揺れあたる根のさやけさよ」「これは静歌の返し歌と言っている。 このスメラミコとは御年83歳で日とのうの年8月15日に崩御御霊は門の耳原にある伊座穂けの巫とは岩賀れの若桜の宮にいまして雨の下を治め遊ばされたこのスメラミコとは桂木の卒び子のこの子の明日の宿根の娘 黒姫の命を召して、大身になったお子は、一延の推し派の御子、美馬の御子、青みのいらつめ、一名、いいとよのいらつめのお三方である。スメラ御子とは元なにの宮にいましたのであるが、大にえ祭りのご主演に大変の御用意ようで、前後も知らず、ご熟睡になっていられた。 この時弟美事のみの江の中津み子がスメラ御事を敷し,し立てまつろうとして皇居に火をつけられた大和の綾の与えの祖先にあたる阿ちの与えは密かにスメラ御事をお連れ出し立てまつり御馬におのせ申して大和にご避難おさせ申し上げたじひぬに至って初めてスメラ御事はお目覚めになりここはどこじゃ と仰せられた「住之の江の中み子が皇居に火をおつけになったのでござりまするそれで今私めが陛下をお連れ出し申して大和に逃げていく途中でござります」と申し上げためらみ子とはそこでお歌を読みたもうたそのお歌は「たじひぬに寝ると思えば小藻屏風持ち来るものを野に伏して風の寒さよ。 坂にお月になってにわの皇居をお望みになると皇居の焼けている火がまだ赤赤と見えているそこでまたおた読みしたもうには「にふの坂に我立ちて見れば盛りと燃え上がる妻が家あるそのあたり大阪峠の登り口までおいでになった時に一人の女にお会いになったその女が申すには」。 刀や弓矢を持った人々が大勢この山を押さえておぎます多岐間道から回ってお声になるがよろしゅうございましょうそこでスメラことはまた歌いたもうて大阪峠に差し掛かり太田乙女の言う道は近道でないたぎま道こうして大和にお入りになって磯の上神宮にご滞留遊ばされることとなったそこへ 弟美琴の水葉家の美琴が参られて三条のよしをスメラ巫女に相乗せしめられたスメラ巫女はわしはそなたがあるいは住之江の中津みこと心を合わせているのではないかと思っているそれゆえ会うことはお断りしよういや私にはさような悪心はもうとうありませんそんなあの美琴と心を合わせたりするような それならば今すぐ何話に帰っ浪の江の中摘子を殺しておいでなさいその時にこそ必ず対面して話もたそう」という仰せを伝えしめられたそこで水原家の巫子は直ちに何話に帰って住の江の中摘子のおそば近く仕えている隼人のそばかりというものを欺いて「もしお前が私の言うことに従えば」

かく水原家の事はそばかりを連れて大和に登っておいでになる際大阪峠の上り口でお考えになってみるには「そばかりはいかにも自分のためには代行があるが自分の主君を殺し立てまつったというのは不義である」しかしその功に報いるところがなければ偽りを言ったことになる。もしまた、 初めに約束したとおりおとどにするとなれば彼の心が恐ろしいそうだ彼の子には報いて身は滅ぼしてやろうこうお考えになってそばかりに向かい今日はここにとどまってまずそなたにおとどの位を授け明日大和に登ることにしようと言ってその坂の登り口にとどまり仮宮をつくって

まず巳がお飲みになり次にそばかりが飲むときに大好きが顔を覆うたその隙に敷物の下に隠しておかれた剣を取り出してそばかりの首を切り落とされたそうしてその明日大和に登っておいでになっただからその地を地勝明日香というのである大和にお月になると今日はここにとどまって 払いをしてから明日参上して神宮にスメラミコトを拝することとしようと仰せられただからその地をトーツアスカというのである翌日磯の神神宮に参られて仰せの通りにしとげて参りましたと相乗せしめられたスメラミコトはそこで召し入れ保って初めてお物語したまいまた後進の阿智の与えを 初めて内倉官将の官に五人命になり、連地をも賜った。またこの御夜に若桜部の御身らに若桜部という名を、姫田の君らに姫田という姓を賜った。また言われ部を定め賜った。このスメラ御事は御年六十八歳で、水上猿の年、 正月三日に御陵はずにある水葉家の御事は多治日の柴垣の宮にいまして雨の下を納め遊ばされたこのスメラ御事は御身長九尺二寸五分御葉は長さ一寸幅二分上下等しく整うて まったく玉を釣られたように大美しかった。スメラミコトはワニの小姑の大見の娘、鰻のイラつめをめして、大見になったお子は貝のイラつめ、つぶらのイラつめのお二方。また同じ大見の娘の乙姫をめして、大見になったお子は宝のミコ、高部のイラつめ。すべて合わせて四つ方である。 このスメラミコ女は御年六十歳で日野投手の年七月に崩御御陵は門野にあるお朝妻枠後の宿根巫女は唐津飛鳥の宮にいまして雨の下を治め遊ばされたこのスメラミコ女は大ほどの巫女の妹君大阪の大中津姫巫女を召して 近江になったお子は木梨の樽の巫女田の大稲妻堺の黒彦の御子アナホののと、巫女を外押しの巫女と申すのはその御身の光が御図を通して出るほどであったからである八つ里の白彦の巫女大初瀬の巫と、

「私は久しく長引いた病気をしているので好意を継ぐというようなことはとてもできまい」と仰せられたけれども大妃をはじめ諸心が強いてお願い申し上げたのでご即位遊ばされたのであるこの頃、白新羅の国主が船81艘の貢物を建て祭ったこの貢の大使は今八金勘勤務という人で。 この人は薬法に深く通じていたので、スメラミコトのご病気をご治療を申し上げた。スメラミコトは当時、雨の下の食々の姿勢が誤り乱れているのを憂え保て、天かしのことやそまがつ日の先に、くがたちの釜を据え、雨の下の諸部族の姿勢をお調べになった。また、 木梨の御子の皆城としてカルベを大木崎の皆城としてお坂兵衛を大木崎の御妹鯛の中津姫の皆城として川辺を定め保うたもたこのスメラ御子とは御年78歳で紀上馬の年正月15日に崩御御領は河内の江賀の長江にある。 めらみこと宝御の後木梨の樽のみこが好意におつきになることに決していたのにまだご即位に至らぬうちにその御ぼまいの樽の大いらつめと通じたもうてお歌読みになるには「山田作れば高いゆえ下火渡して水をやるその下火ゆく水の世に隠れ通うた我が妻を」。 忍んで泣いた我が妻を今日こそ肌に触れて抱くこれは白毛歌であるまた「笹場にあられが音立てて降って打つようにしっかりと抱き寝たあとはひと言がなんとうるさくあろうとも君と本当に寝たあとは心がたとえ仮りごもと乱れようとも構わない本当に君と寝た上は」これは。 ひなぶりの揚げ歌であげでる。「これによって百貫をはじめとして雨の下の人民は樽の巫女から心が離れて穴穂の巫女についた樽の巫女はこれを恐れてお前お前の宿根の大臣の家に逃げ込んで武具を作られたその時に作られた矢はその矢尻をうにしてあり巫女のおによって樽やという。 アナホの巫女も武具を作られた。この巫女のお造りになった矢は今時まで用いている矢でそれを穴穂矢というのである穴穂巫女はいよいよ軍票を起こして大前お前の宿根の家をお囲みになり宿根の門に至られた時に氷が盛んに降ってきたそれで大隊になるには「大前お前の宿根らの金戸との影に雨よけよ」。 雨もそのうう。ち止むだろうするとそのお前お前の宿根は手を上げ膝を打ち部学して歌いつつ巫女のもとにやってきたその歌は「宮人たちが我が角に騒いでいるのは足ゆいの鈴が落ちたと騒ぐのだ近くの里の人どもも決して騒ぐに及ばない」この歌は宮人ぶりである。 こう歌いつつ出てきて穴の巫女に申し上げるには「穴穂巫女様お兄巫女様をお責め遊ばしまするなもしお責めになりますれば必ず人が笑いましょうそれよりも私がおらえへ申してまいりますから」。それで穴の巫女は軍をといてお引きになった「お前お前の宿根は樽の巫女をお虎え申しお連れして穴の巫女のもとに参った」。 は捕らえられて応対遊ばすには「春の乙女よそのように君が泣く声高いゆえ二人の中を人が知るはさの山の鳩のように声を立てずに泣きなさい」「また春の乙女よ人影に隠れ忍んでいきなさい涙が人に知れぬように」「春の巫女は伊予のいでゆにお流されになった」 流された,もうた時のお歌は「大空かける鳥さえも二人の使いとなりましょう鶴の亡く音を聞いたらば訪ねてください私を」「この三種はま田ぶりである」「また大君であるこの我を島に流さばこの船の帰りの時にまた乗って都に帰ってきてみせる」 我が敷き慣れた畳をば夢汚したりせぬように口こそ畳というけれど夢夢許さぬ我が妻もこの歌はひなぶりの肩おろしである外押しの姫巫女も巫女にお歌をたてまつって夏草青く茂ってた浜辺に忍んで寝たことが二人の仲を裂きました。 石に隠れたかき貝に足を切ったりせぬように道はよく見て行きなさい後にまた小石さんに耐えかねて巫女のお跡を覆うていかれる時巫女が島に行ってから長い月日がたちましたもうこの上はじっとして帰りを待ってはいられないこの山たずというのは今のたつげである こうして大手おいでになった時巫子はそれを迎えて懐かしさのあまり死ねば渦丸長谷山の王に旗を張り立てて公にも旗を張り立ててその二つある墓のうち死ねば共にと大塔は定め選んで死を決めてここまで訪ねてきた妻よはるばる荒い波越えて月のゆみの伏すように 梓の弓の立つようにあまたの月日をお寄付して愛に尋ねてきた妻よまた初瀬の川の神としも祈りの悔いを打ち立てて上瀬の杭には鏡かけ下瀬の杭には玉をかけ我を祈りしその玉や鏡がキラキラ照るように輝くばかり美しい我が小泉のあればこそ家をも砂糖もしとうたが こうして君といる上は家も故郷もあるものかこう歌ってご一緒に自殺を遂げられたのであった右の二首は読み歌である穴の巫女は磯守の穴の,の宮にいまして雨の下を収め遊ばされたスメラ巫女とは御弟の 大初瀬の巫女のために、坂本の御皆の祖先の根の海を大草の御子の御元に遣わされて。あなたの妹の若草の巫女を大初瀬の御子に見合わせようと思うから、差し出してください。と仰せを伝えさせたもんだ。大草の御子はよたびはして申されるにはあるいはこのような体面もあるかもしれぬと存じておりましたので。 外にも出さぬようにして育てておきましたこの大瀬は誠に片付けのを存じます喜んで大瀬の通りに差し上げまするとお伝えくださいしかし言葉で申し上げるのは礼にかなわないと考えられてその妹君からのお礼の恩贈り物として玉の髪飾りをご献上申されたところが根の尾身はその恩贈り物の玉飾りを途中で盗み取り 「大草加の巫女は仰せをお受けにならずに御妹を同格の者の下にするかとて太刀塚に手をかけてお行きりでございました」と申し上げた「スメラ巫女とは非常にお怒りになって大草加の巫女を殺し巫女の慈痢の永田の大稲妻を捕らえてきて大木崎となしたもた。 その後スメラミコトが御んとこにいて昼寝をしていたもうた。そして大木崎とお語らいしたもうてそらたは何か心にかかることはないか。いいえスメラミコトに熱いごちょう愛をこうむっておりますので何の心にかかることなどがございましょう。こう話していたもう時大木崎の先のお子の迷わの巫女が七歳におなりになっていたが。 ちょうどその時御殿の下でで遊んでいられた。スメラミコとはそのことを知らずに大さきに「わしはいつも気にかかることがある」。何かというとそなたのこの迷わの美琴が成人してからわしが父の美琴を殺したことを知ったならば復讐心を起こしはしないかということだ。迷わの美琴はこの言葉を聞いてスメラミコとのお休みになっているのを伺って。 そのおそばにあった太刀を取ってスメラ巫女のお首を切り円近江の家に逃げ込まれたスメラ巫女は時に御年十六歳で荒らせられ御陵は菅原の伏見の丘にあるこの時大初瀬の巫女はまだ同業のおしを垂れておいでになったがこのことをお聞きになって悲憤のあまり 御兄の黒彦の巫女の御元に行き「人がスメラ巫子とお嬉しつしりましたぞどうなされます」と申されたしかるに黒彦の御子は驚きにもならないで気のないご様子であった大八瀬の巫女は兄君を罵って「一つにはスメラ巫女とであらせられ一つには兄弟であらせられるのになんという頼りないご態度です」。 人が兄君を殺したてまつったことを聞きながら驚きもしないでいい加減に考えていられるとはと言ってその襟首をつかんで引き出し刀を抜いてそのまま撃ち殺してしまわれたまた御兄の白彦の御子の御元に行かれて前のように申されるとやはり黒彦の御子のようにおろそかな御毛振りであったそこで襟首をつかんでこれも引きずり出し わりだに至って穴を掘り立ったままに埋められたので腰まで埋められた時両目が走り抜けてそのまま死んでしまわれたそれから軍兵を集めてつぶら近江の家をお囲みになったつぶら近江も軍兵をそろえて応戦しそのいだす矢は葦の花の散り飛ぶようであった大八瀬の巫女は矛をお杖にしてその邸内に向かって 私が語らっている娘はこの家に居はせぬかと声をかけられたつぶら近江はこの仰せを聞いて自ら出てきて帯びている武具を解き八度拝して先におちぎり遊ばしました娘唐姫はお使いもさせましょうまた五か所の電池を添えて差し上げまするしかしながら娘自らここに出てまいりませぬのは昔から今に至るまで 神家が巫女の御殿などに隠れて御庇護を受けるということは聞いてもおりまするが、まだ巫女が神家の家にお隠れ遊ばすということは聞いたことがありませぬ。これによって考えまするに、私めはたとえ力を尽くして戦いましても、決してお勝ち申すことはできますまい。しかしながら私を頼って私めの家にお入り遊ばしました巫女は、命にかけてもお見捨てはいたしませぬ。こう申し上げて、 またた。を取り、家に入っって戦った「ここに五か所の電池というのは今の葛城の御園に使われるべの民五家村のことである」「かくて力もつき矢もまた尽きたので迷わぬ巫女に私めはこの通りの手図を負い矢もつきましたもはや戦うことはできませぬいかようにいたしましょう」巫女は、 それではもはや使用にもすべがないこの上は私をここで殺してくれこうお答えになったそこで太刀で巫女をお刺し申し自分も首を切って死んだこれより後のことである近江の佐々木の山の君の祖先唐袋という者が大初瀬の巫女に近江の九綿の茅野に イノシシやシカなどが多くおります。その立っている足はすすき腹のごとく頭に捧げた角は枯れ松のようでございます」と申し上げた大八瀬の巫女は一べの,の押葉の巫女を誘い合わせてその野においでになったそして別々に狩見屋を作って親鳥になった翌朝早くまだ日も出ぬうちに押葉の巫女は 別にところがその大八瀬の巫女の刈宮のそばに来て馬を止め大八瀬の巫女の友人に「まだお目覚めにならぬと見えるのを早く申し上げるがよいぞ。要はもう開けきっているから狩場においでになるように」ってと言って馬を進めていかれたところがその大八瀬の巫女の友人どもは「推し派の巫女は いらぬことに人のことを世話やいたりなさる方でございますから、ちょっとご用事なさるがよろしゅうございますよ。温みじたくも堅くしておいでなさりませ」と申し上げた。そこで温祖の下に鎧を着、弓矢を取り持って、大馬に乗ってお出かけになり、すぐに追いついて馬を並べて進まれながら、いきなり矢を抜いておしはの三子を斬お落とし。 またその御身を切って馬のを貝桶に入れて穴に埋めその上を平地並みに鳴らしてしまわれた一宮巫子の王子の大家巫子と家の巫子のお二方はこの返事をお聞きになり直ちにお逃げ去りになったそして山城の狩狩まで逃げ延びられお食事をとっていられると入れ墨を受けている老人が来てそのお食べ物を奪い取った。 食べ物は惜しまないがそなたは誰だと巫女はお尋ねになったわしは山代で5両ののシシを買うものじゃ二巫女はそこで楠庭の川を逃げ渡って播磨の国に至りその国のしじむというものの家に入って素性を包んで馬飼い牛飼いのわらべとして使われたもうこととなった。 大瀬若武巫女とは初瀬の朝倉の宮にいまして雨の下を治め遊ばされたこのスメラ巫女とは大草加巫女の妹の若草壁巫女を召されたがお子はなくまた円竹御巫の娘唐姫を召して御巫になったお子は白髪御巫女と芋若垂らし姫の御姑のお二方である。 そして白髪の棺の巫女の皆城として白髪部を定められまた初瀬部の舎人川瀬の舎人を定められたこの御よに暮人が来朝しその暮人を呉原におおきになっただからその地を呉原というようになったのであるはじめ大木崎がまだ河内の草加においでになった時 スメラミコとは草加への近道を通って河内へおいで遊ばされたこの時山上にお登りになって国内をご官房になるとカツオギをあげて作った家があるスメラミコ女はあのカツオギをあげて作ってある家は誰の家かとお尋ねになった四季の大あがた主の家でござりまする、ね、ゲローメが 己の家をスメラ巫女御殿に似せて作りおるか焼いてしまえと直ちに人をおかわしになった大あがた主は恐怖して平まりにまりながら「無知な下郎の分際でござりまするゆえ何もお存じませずにまって作っておりました恐れ入りましてござりまする」と申して謝罪の献上物として白い布に布を着せ鈴をつけて その一族の腰はきというものに犬の綱を取らせて献上したそこで火をつけることはおやめになったそれから若草壁の巫子の家においでになりその犬を贈り物として賜って「この犬は今日途中で得た珍しいものですそれで結納としてお贈り申します」と伝えさせられた若草壁の巫子は 日に背を向けてわざわざこの河内の国へおいで遊ばされましたのは誠に恐れ多いことでございます。私が自らじきじきに参りましてお仕え申し上げます」とそうせしめられたそこで皇居にお帰りになるときにまた先の坂の上にお立ちになって歌いたもうには「草加の山とへぐり山その山あいに立ちしげる羽広の菓子の下手には」 組合だけが置いたって神手もしかと茂りだけ。この竹のようにこの度は手組み合わして寝ることもしかとはせずに帰るとも後にはしかと小泉を抱き寝ることもできるだろうそしてこの歌を持たせて使いをお返しになったまたある時スメラミコとは ご旅行に三輪川においでになるとその折川のところで衣を洗っている少女がある大層美しい少女で「そなたは誰の子か?」とお尋ねになると「私の名は引たべの赤い子と申します」と申し上げたそこで「そなたは嫁がないでいなさい今日に帰ったらすぐに召すことにするから」とお伝えさせになってお帰りになった 赤い子はスメラミコとのお召しをお待ちして八十年を経た。ここに赤い子は心の中に「お召しをお待ちしているうちにもう長い年月が過ぎてしまって顔も体も痩せしぼんでもはやお召しを頼んでいても無駄である。けれどもお待ちしていた心をお知らせ申し上げないでいるのもあまりに寂しいことである。」。こう考えて、 多くの物を整えて散して,建て祀ったしかしスメラミコとは先に仰せられたことをとっくにお忘れになって「そなたは何という馬鹿かのまた何の用事で仰代したのだね?」とお尋ねになるのであった「これこれの年のこれこれの月に陛下の仰せをこうむりましてから今日までお召しをお待ち申しておりましたがはや八十年もたって もう今では顔形も全く老いぼれ、お召しをいただく望みもたえ果てたとは存じましたけれども、私のお待ち申し上げておりました心だけでもお知らせ申し上げたいと存じまして、三代いたしましたのでござります。と申し上げた。スメラ巫とは非常に驚きになって、わしは全くその時のことを忘れていた。しかるにそなたは三竿を守って、わしの言葉を待って、 むなし「女の盛りを過ごしてしまったのはまことに気の毒なことであった」と仰せられて心に召したくお思いにはなったが非常な老年であるのをおはばかりになってお召しにはならずにお歌を賜った「みもろの社の親睦の菓子はこみ守るもの破ってならぬ約束を忘れてしまって気の毒な」。 また、「そなたの在所の栗林若木が多いと言うけれどその若い日にそなたをば、召したいものを追い果ててそこで赤い子の泣く涙はその着ている二度目の袖も濡れ通るほどであった赤い子がお答えした歌は『見もろの神の神主が年頃仕えてきたように年頃守ってきた上は 今さら誰に使いましょう。また草下の入り江に咲き盛る蓮のような和光度の花の年こそ羅山氏そこでこの老女に物をたくさんに賜ってお返しになった右の四種の歌は「静歌である「爪らみことが吉野の宮にみゆ遊ばされた時吉野川のほとりで 少女ににお会いになった「美しい少女であったのでこの少女を召し連れてお帰りになったその後また吉野にみゆきの握りその少女にお会い遊ばしたところにおとどまりになって御椅子を据えさせてそれにお寄りになり琴を引き保うてその少女に舞をご所望になった少女はよくもうたそこで「あぐらに我がいてを引けば」。 立ち舞う乙女よとわにあれ花の乙女よとわにあれとお歌をお読みになった「秋津野にみゆき遊ばされてんかりしたもう時にめらみことがお椅子に寄っていられるところへ阿ブが来てめらみことの恩腕に食いついたのを秋津が来てその阿ブを食って飛び去った」。ここににたみしたもうには 吉野の奥のお室岳イノシシやシカが多いとお誘いしたのは何者じゃあぐらに増してシシシカの出てくるやつを待っていりゃアブが飛びつきタコ村に食いつくところを飛びついてトンボがパクッと食い殺すこれは秋津が国の名を自分の名にして使えようと忠義を尽くしたものだろう。島とはそれゆえに、 日本の国にののけるのじゃ。だからその時からその能「秋のというのであるまたある時スメラミコとは桂木山の上にお登りになったすると大きなイノシシが飛び出してきたスメラミコとは見るより早く鳴りかぶらやでいたもうたところがイノシシは怒ってうなりよってくる。 スメラミコトはその土豪に恐れて藩の木の上によじ登っておいでになったそして我が大君が射止めたる手老いの獅子が荒れ狂い唸りを上げて飛びかかる幸いこれなる丘の絵の藩の枝へと逃げ登るとお歌読み下もうたまたある時スメラミコが桂木山にお登りになった際グ部の百貫たちは みな赤ひもをつけた青染めの衣を着ていたその時向こうの山裾から山条を刺して登る人がある見るとスメラミコトの五行列と全く等しくその装束もグブの人々も相似ていて区別もつかないのであったスメラミコトはこれをはるかにご覧になってこの日の本の国にはわしのほかにはスメラミコトはないのに 今誰がかような行列をなしてゆくのじゃと人をやって問わしめられたするとその答えまでがスメラミコとのお言葉と同様であったスメラミコとは大いに怒りたもうて弓に矢をつがえたまい百貫もことごとく矢をつがえると向こうの人々も皆矢をつがえるそこでスメラミコは重ねてお問いになった「しからば名を承ろう。 互いに名を名乗って矢を放とうではわしの方が先に問われたから先に名乗ろうわしは夜ごともひと言まが事もひと言で決定し言い分ける神で葛城のひと言主の狼じゃそれは恐れ多いことでありました不覚にも狼の恩うつしみであらせられようとは存じませずにスめらみことは恐れ言って 恩、御刀、弓矢をはじめ、百貫の着ている着物を脱がせて、拝してお送りになった。一言主の狼は、恩手を打って、その賢状のものをお受けになった。そうして、スメラミコとの御観光の際には、狼は山を下って、初瀬の山の口までお送り申し上げられた。この一言主の狼は、その時にお現れになったのである。

だからその丘を「金きの丘」というのであるまたスメラミコトが初瀬の百恵付きの木の下でご共演を成したもうた時伊勢の国の三重から参っているうねめがお杯をささげ持って奉てったところが月の木の葉が落ちてそのおきに浮かんだうねめはそれを知らず そのままにたてまつったのをめらみことはその葉をご覧遊ばされてそのうねめを打ち伏せみたちをその首に差し当てて切ろうとしたもうたきにうねめが「お待ちくださいまし申し上げたいことがございます」と言って「この地は昔きむくの日の宮のお跡とて朝には輝くひてる宮ゆうべは陰る宮の跡竹の根広く張か固め のの根の深く張り固め土盛り上げて突き立てた宮の御門は火の帝香り新たな新名の殿に追い立つ大月の月の保津は天を覆い中津江は東の国を覆い静江は西の村を覆うこの大月を陰にして大阪森を遊ばせば折から風に誘われてほつえの裏場は中津江に。 落ちて古れば中津の裏場が静江に落ちつたい下の裏場は私の捧げた玉の盃に落ちて浮かんでその昔クラゲがポカポカ浮くようで潮がコロコロ固まって大屋島国ができたように我が大君がこの国を治め遊ばすめでたさに葉が浮いたのでございましょう私の語るこの歌を日の巫女様に捧げます。 この歌を立てまつったので、その罪をお許しになった。このとき大きさきもまた大歌いになって、都になだかい月の木のそびえた位置の高丘に、今年の二なめ押すときに、都のの間近の大つばきその葉の広くあるように君の見心また広く花の輝く色に似て君の見心うるわしく。 「いざいざ召しませこの幹を」「すめらミコとも大宮預かえの女たちこのおなめに奉仕してうずらのようにひれをかけせきれいのようにもうたれてすずめのようにむれつどい今日こそ酒に酔うらしい顔もほんのりあからめて」「この三詩は雨う歌である。 こうしてこのご共演では三重のうねめを称したもうてたくさんの賜り物があったこのご共演の日にまた春日の乙姫が御木を奉る時にすめら御とのお歌いになったお歌は「荻野乙女が酒を継ぐか弱い手つきでしっかりと重そな酒継ぎ手に持ってしっかりと持てしっかりと」。 酒継ぎささげて酒継ぐ子」これは浮歌である「おどひめも歌をたてまつって」「おおきみの朝夕常に寄りかかり安らいいます肘掛けの下板にでも私が慣れたらどんなにいいでしょうそしたらいつもおおきみのおそばにおつかえできましょう」これは静歌であるこのスめらみことは 御年124歳で土のと美濃年8月9日に崩御御陵は河内の田治肥の高橋にある白髪の大山と猫の巫事は岩賀れの御神栗の宮にいまして雨の下を納め遊ばされたこのスメラ御事は大きさきも増さずお子も荒らせられなかった。 そこでみなしろとして滑らみ女と崩御の後皇位を御継承になるお子があらせられないので尋ねると一宮の,の押葉家のみ子の妹押みの伊つめ、一名飯豊のみ女が桂木の押みの高木の継差宮にいられた」。とここころがここに、 山部の村地おたてが播磨の国の国士に任命された時その国の人シジムというものの家に新築祝いに行ったそこで盛んに主演が張られて縁竹縄になった時その席順に皆舞いをすることになりかまどの傍らに火をたく少年が2人いるのにも回せようとしたするとその1人が兄さん先にお舞いなさいいやお前が先に舞いなさい と相譲る様を人々はおかしがって笑った結局兄の方が先に舞い終わって次に弟の方が舞う時に節をつけて声を長く引き調子をつけながら「物のべのつわものどもが帯びている太刀のかには赤土を塗って下げおはあかぬのでしてまた赤い旗を立てにわかにそれもどこへやら」。 隠れ潜んで山裾の竹の根を借り枝杖を押しなびかしているようにまたやつ糸のことの根を調べ整え引くように天下を治め遊ばした伊ほ穂けのスメラ巫女との一の巫女一のべの押葉の巫女のお子我らは巫女のなれの果てこう仰せられたのでおては聞いてびっくり椅子から転げ落ちその家にいる人々を追い出し 二巫子を左右の膝の上に抱き上げたてまつって泣き悲しんだそれから人を集めて仮宮を作りその仮宮におわさしめて都に旧紙を立てた御おばのいいとの巫子はこれを聞いてお喜びになりつぬの宮にお招き申し上げたかくてこの二巫子が好意におつきあそばされようとする頃のことである 海の,の祖先の詩美の海は歌書に出て桶の御人のお召しになろうとする少女の手を取ったその少女は宇田の尾との娘で大尾という名であった桶の御は歌書に出場せられてまず「沖の波間にポカポカと詩美が泳ぐ」をよく見れば途方もないぞ秀陰に私の妻が立っている。 こう歌ってその歌のあとを求められると、シビのオミは、私をシビと言わば言え、シビつきたいと思っても、少女は私がとっている、さぞかし恋しいことでしょう。今度はシビのオミの方から、あなたの宮の軒は早、傾きかけておりますぞ、気をつけなさい、御ずいも。 そんなことにもなったのだお前も少しは気の利いた大宮預かえするがよいそしてまた今度は桶の巫女からこちらの心が寛大で許しておいてやるまでだ少女を得ようと思ったらいかに八重垣結い固め防ごうとても無駄事だ守備の御身はいよいよ怒ってたたき破るはこの方だ八重の芝垣固めてもひとたびこうと思うたら 切っててて火つけて焼いてやるこう歌って争い交わして世を明かしおのおの引き取られたのであったその朝早く王家の御事は王家の御事に「この頃朝廷に仕える者どもは朝は朝廷に参るが昼は守備の門に集まるというふうであります」。まだ朝早い今頃は守備もいつものように寝ていてまだ誰も集まっていないでしょう。 今の時期を外すと、彼を倒しがたいと思います。とおはかりになって、軍票を集められ、四備の尾身の家を囲んで殺したもうた。さて二御子は、互いに好意をお譲り合いになったが、大家の御子とは、弟御子の大家の御子とに、張馬のしじむの家にいたとき、そなたが名を明かさなかったら、雨の下を収めるというような身にはならなかったろうと思う。 全くこれはそ,なたの功績ですそれで私は兄ではあるけれどどうしてもそなたが先に見位につくべきだと思う」と固くお譲りになったそれでいなみきれずに桶家の尊がご即位になることになったお家の岩わ家の尊は地勝飛鳥の宮にいまして8年間雨の下を納め遊ばされた。 このスメラミコとは岩城の巫女の御娘の浪花巫女を召されたがおこはあらせられないスメラミコとは父巫女の一延のの巫女の御垢女を探し求めたもうたその時近江の国のある老婆が参って巫女の御垢女の埋まっておりますところは私がよく存じております巫女の御垢女はその御刃でわかります と申し上げたその恩派というのは先草のような3つに分かれた八重墓であったそこで民を従えて行ってそこの土を掘ってご覧になるとまさしく御垢根を探し当てたもうたのでその茅野の東の山にご両方を作って放送を遊ばされ空袋の子らを御墓盛りに命ぜられた。こうしててお帰りになって かの老婆をお呼び寄せになりその場所を忘れずに見知っておいたことを称して「おきめのおみな」という名を賜ったそして宮中に召し入れていろいろご厚遇遊ばされたその老婆の住む家を皇居の近くにお作りになり毎日必ずお召し寄せになるのであったがそれには御殿の戸に大鈴をかけて 老婆をお召しになりたい折はその大鈴を引き鳴らすということにお決めになっていたそれによってお歌がある「朝地の腹や谷すぎてはるばるうつとうて鈴が鳴るお決めがどうやら来たようだ」そのうちにある日お決めのオーナーは参上して「私は痛く年を取っておりますのでおいとまをいただきまして国に下がろうと存じます」 と申し上げたそこで言うままにお下げになる時スメラミコとはお見送りになって歌いたもうには「近江のおきめよさようならこれで別れてしまったら明日から山に隔てられそなたの姿も見られぬか」。はじめスメラ巫女が最悪に会うてお逃げ遊ばした際御食物を奪い取ったところの 意外の翁をお探し出しになり呼び寄せ保てそれをアスカの原で切り一族残らずその膝の筋をお立ちになっただから今に至るまでその子孫の者が大和に登る日には必ずおのずからびっこを引いて歩くのであるまたその老人の在所をかの時によく見定めさせておかれたのでそれによってその地を示すというのである。 ミコとは父巳子をお殺しになった勇力天皇を深くお恨みになってその御霊に復讐遊ばしたいとのおぼし召しがあったそこで勇力天皇の御陵を破壊しようと思いになり人をおかわしになろうとされた時に兄巳子との王家の巳子とが「この御霊を壊すには他人をおかわしになるべきではありません私が自ら言って」 陛下のお心りりにして参りましてまょう「では兄上がおいでください」とご依頼になったので大家の女と御を自ら行って御両の傍らを少し掘ってお帰りになり十分に壊してまいりましたと申し上げられた「スメラ御子とはお帰りが早すぎるのをいぶかり保てどういうふうに壊されましたか」とお尋ねになった。 御の傍らの土を少しし掘っておきました「私は父上の仇を報いたいのだからその御寮をすっかり壊したいどうしてそんな形式だけに掘って帰ったりなさったのですそれは父上のお恨みを先帝の御寮にお報い遊ばそうとのお心はまことにごもっともなことでありますしかし大初瀬のスメラ巫とは 父上の仇ではありますけれど一面から申せば私どもの叔父上でありかつまたスメラミコトにも増しましたのに今は一途に父上の仇であるという意味だけで好意にやらせられたスメラミコトの御領をことごとくお壊し申したりしましたら後世の人々が必ずおそしりするに違いありませんしかし父上の仇は報いなくてはなりませんので その両のの御脇を少し掘ったのであります。すでにこうしてお恥をお見せ申し上げたことでありますから後世に示すにも十分だと存じます。こう申し上げられたので「それは誠に最もなお話です。ではその程度で済ますことにいたしましょう」とスメラミコとも仰せられたスメラミコと崩御の後大家の巫女がご即位になった。 スメラミコ徒は御年三十八歳で崩御八年間の御在位であった御陵は片岡の岩槻の丘の上にある大家御は磯の上の広隆宮にいまして雨の下を治め遊ばされたこのスメラミコ徒は幽略天皇の姫御子の春日の大つめを召して近江になったお子は 高木のイラつめ、宝のイラつめ、くすびのイラつめ、たしらがのイラつめ、おはつせの若さざきのみこと、まわかのみこで、次にワニのひつまの海の娘、ぬかのわくごのイラつめをめして、かすがのおだのイラつめをおみになった。このすめらみことのおこはあわせて七方で、おはつせの若さざきのみことがごそくいになった。 お初瀬の若狭巳は初瀬の並木の宮にいまして雨の下を八年の間治め遊ばされたこの爪羅巳子とはお子がいまさずそれで巫女城としてお初瀬部をお定めになった御陵は片岡の岩槻の丘にある爪羅巳子と崩御後皇位をご継承になる巫子が荒らせられるので 王神天皇の五世のお孫大殿子を近江の国からお迎え申して田代賀の子とご結婚をおさせして皇位にお付け申し上げた大殿尊は岩賀れの玉穂の宮にいまして雨の下を治め遊ばされたこのスメラ子とは御代の君らの祖先の若姫を召して近江になったお子は大いら子 出いらつめのお二方でまた尾張の村次らの祖先の大志野村次の妹妾のいらつめを召して広国押竹金嶽の姫子と竹広国御たての御とのお二方をまた大家のラめことの姫子の田代賀の御とを召して雨国御主春樹広庭の御とお一方をまた 沖マテノミコの御娘奥くのいらつめを召してささげのいらつめおひとかをまた酒田の大俣のみこの御娘黒姫を召してかむさきのいらつめまむだのいらつめ馬倉のいらつめのお三方をまたまむだの村らおもちの娘せ姫ひめを召してまむだの大いらつめ白坂の生井のいらつめおぬのいらつめ 一名長女姫のお三方をまた三代の君片部の妹大和姫を召して大稲妻マロコの巫子、耳の巫子、赤姫の稲妻の四つ方をまた安倍の早姫を召して若屋の稲妻円の稲妻安洲の巫女のお三方を大身になったこのすめら巫女との巫子は合わせて十九方で男巫子七方 女巫女十二方である。この中で、雨国押春木広庭の御子と、広国押け金日の御子と、竹お広国押竹の御子とが御即位になった。捧げの御子は伊勢神宮にご奉仕になった。この御代に、つくしのお君岩井が直命に従わず不敬なことが多かったので、物延の,の荒海の大村寺と、 大友の金村の村地の二人を使わして祝いを殺さしめ保うたこのスメラ御子とは御年四十三歳で日のと羊の年四月九日に崩御御寮は三島の愛にある広国押竹金日の御子とは曲の金橋の宮にいまして雨の下を納め遊ばされた

石姫の巫子とお石姫の巫子と蔵の若江の巫子をまた河内の枠子姫を召してほのほの巫子、恵羽の巫子をお産みになったこのスめら巫子とのお子は合わせて五方で男巫子お三方女御子お二方であるほのほの巫子はシ田の君の祖先恵羽の巫子は稲の君・多治比の君の祖先である。 雨国義春木広庭のスメラミコトは四季島の大宮にいまして雨の下を納め遊ばされたこのスメラミコトは日の熊のスメラミコトの姫巫女石姫の巫女を召して近江になったお子は八田の巫女沼倉太敷の巫女笠縫いの巫女のお三方またその妹君お石姫の巫女を召して のおひとかたまた春日のひつまの海の娘ぬかごのいらつめをめして春日の山田のいらつめまろこのみこそがの蔵のみこのお三方またそがの稲目のすくねのおとどの娘北し姫をめして立花の豊陽のみこと芋岩まのみこ後取のみこ豊見家かしぎや姫のみこと 御子大やけの御子味がこの御子山城の御子芋大友の御子桜井の弓張りの御子マヌの御子橘元の枠後の御子根戸の御子の十三方また北し姫の御事との御叔母の御姫を召して馬木の御子桂木の御子橋人の穴ほべの御子咲草部べの穴ほべの御子 一名スメイロド初せべの若さのみことの五方をおおみになったすべてこのスメラみことのおこは合わせて二十五方であるこの中でヌナ・クラフト・玉式のみこと橘の豊日のみこと豊見家・樫木屋姫のみこと初せべの若さのみことがご即位になった。合わせて四方が、 あばされたわけであるナクラフト玉敷の巫とは長田の宮にいまして十四年間雨の下を治め遊ばされたこのスメラ巫とはママ妹の豊美家樫屋姫の巫女を召してお身みになったお子は静海の巫女一名貝だこの子の巫女武田巫女 一尾張田の御子りだの御子鵜守の御子尾張の御子わりの御子桜井の弓張の御子のやつ方また伊勢の大岡のびとの娘小熊子のいらつめを召して太姫の御子と宝の御子一名ぬかで姫の御子のお二方また翁長茉ての御子の御娘

彦人の質疑の御子はママ妹田村の御子一名ぬかで姫の御子とを召して近江になったお子は女名天皇中津の御子田良の御子のお三方また綾の御子の妹の大股の御子を召して千ぬの御みこ妹の御子のお二方またママ妹弓張の御子を召して山城の御子笠縫いの御子のお二方 合わせて七巫子をおになった。昨日えたつの年、四月六日に宝魚。五稜は河内の品賀にある。立花の豊日の御子とは、池部の宮にいまして、三年の間、雨の下を納め遊ばされた。このスメラー御子とは、稲目のすくねのおとどの娘、大木し姫を召して、 近江になったお子は、ための御子、おひとかた。また、まま妹、はし人の穴ほべの御子をめして。上み宮の馬宿の豊みみの御子と。くめの御子、えぐりの御子、まむだの御子の四つ方。また、たぎまのくらの帯と、ひろの娘、いいめの子をめして、たぎまの御子。いもすがしろこのいらつめを近江になった。 この御と羊の年月日に放魚ごはいわれの池の上にあったのを後に品川の中の漁に移したてまつった初攻めの若さ崎のすめらとは倉橋の芝垣の宮にいまして四年の間雨の下をおさめ遊ばされた水のえ根の年 十一月十三日に宝魚。御寮は倉橋の丘の上にある。豊見家貸木屋姫の御事は、尾張田の宮にいまして、三十七年の間、雨の下を納め遊ばされた。土の栄根の年三月十五日、水のと牛の日宝魚。御寮は大野の丘の上にあったのを、 後に品賀の大量に品の移し建てった「古事記」を読む人々へ古事記は内容から言うと「神話伝説説話・歴史の書」としてまた形式から言うとよく古代の言語を残している文献として極めて古い日本の姿をとどめている 貴いなその「よくまとまっている」という意味からすれば現在残っている多くのそうした書物のうち最古のものということすらできます。それはちょうど今から1,222年前の和道5年にできたもので随分古い書物ではありますがともすれば思い誤られているような そうう夢ののよ,よなな神どに作られたものではありませんすなわち王仁天皇の御代に論語、千字門等が日本に渡ってきてから400年余り金明天皇の御代に仏教が伝来してからも150年以上を経過し思想も文化も相当目覚ましく発展して対岸の品にあっては唐の幻想皇帝が文化の花を極彩色に描こうとする その直前の頃にできたものでありますそして古事記以前にももちろん日本人の手になった種々の立派な書物もできており漢字の用い方についてもとっくにこれを卒業して日本化したものが勢いよく成長していた時代だということもできますしかし多面から見れば古事記に書かれている内容なり言葉なりはさらに古い資料に寄ったものもあって 全てが一概に新しいも何と,と言ってもとにかく現代からすると遠い昔の事柄に属しそれを読んでも分かりにくい点の多いのは当然のことであってそれだけまた日本の歴史宗教思想文学風習言語等日本文化の偏見を暗示し物語ってくれる多くのものがその中にこもっているわけです。 この点日本というものを知ろうとし、またある場合には現代を知ろうとするものの一度はぜひ遡って訪ね行くべき世界であり、日本人の永遠の母とも言われうる、誠にくめども尽きぬ深く豊かな宝庫ということができます。古事記三眼ができたゆえんについては、大野安丸がこれを戦録して、 元明天皇に建てまつる際に付した序文によっても大体わかるようにもともと第40代の天武天皇が最初に御関係遊ばされたもので天皇御自らおまとめになったものを比枝のあれに直して暗記せしめて置かれたのに基づいていますそれから約30年後第43代の元明天皇がせっかくまとめられたその句伝の廃れゆくのを惜しまれて 王の安丸に出録の五家名があり、安丸は約四ヶ月の後、それを書き上げました。これが先にも述べたように、和道五年の正月二十八日に方針した九字、すなわちこの古事記だったのです。詳しくはなお、序にも見えていますが、しかしこの序も後代の我々には十分満足を与えるほど正確ではないのであって、 そのいきさつについてはいろいろ専門的に推定も加えられてきています私も最近そのことにつき新しい講説を発表したのがありますからそれを合わせて読んでいただければ幸いと存じます国文学史論第二集春陽堂発行しかしここではこれ以上そうした細かい問題に立ち入る必要はないことでしょうそれよりも この「古事記」を読む上に最も問題になることを3つ、老婆心までに申し加えておきます。それは、1、古事記は何を書いたものか、2、古事記はどういう特質を持っているものか、3、古事記はどういう態度で読めばよいものかということです。誰でも古事記のことを耳にしたり、 あるいはこの本を通読された後なりに、この書は一体歴史書なのか文学書なのかという疑問を抱くのを常とします。難しく言えば、そもそも古事記の本質は何かということなのです。これも専門学者はもとより一般にもいろいろと論ぜられておりますが、実は戦録者の安丸でさえ明確を書いていて、むしろ混乱した説明の仕方をしています。城を見ると、 まずこの書のことを「先生の本教」というような信濃教書をめかした言い方をしているかと思えばまた天武天皇のご発揮については序に詳しいように「上古先代の定義やくじを誠実にしたい」とのご意思であったようにも書いていますそして大号を「古事記」としているなどの点から見ると史実の正しい戦録が目的であったように見えますところがまた5度も「 本字九字とわざわざ字という字を繰り返して用い「上古の時」「原意」並びに「僕」にして文を敷き「句を構うること字においてはすなわち形うんぬんとその表現に厳正な価値を認めてそこに重要な焦点を置いている点から見れば文学的なものとして見ていた事実をも考えさせられざるを得ません。その後に至っては、本を新と見たり、 神話、序字誌、詩書、憲法、行政法、ないし国体法制の書と見たりいろいろまちまちの説もありますが筆教は後代の頭で強いて一括して古事記の本質を言ってみようと努力しているだけのことで私は前期の論文にそれらの諸説の根本的な加護も指摘しておきましたそれを詳細に言う余白もなくまた必要もありませんがとにかく読者は この書から、歴史を組もうと思えば歴史を組み、文学を見ようと思えば文学を見るというふうに、とらわれずに自由に読まれて良いと思います。古事記の本質は、それに決して逆らってはいません。次に、徳川時代以来、特に日本書紀と古事記とが真剣に比較されてきていて、つまり、 どちらが優れてどちらが劣っているかという優劣論が戦わされたりしてきています現在ではもっと冷静にこの二章を比較して各々それぞれの特質を知ろうとする互いの助けにしています古事記と比較して読んでためになるのは日本書紀ばかりでなく他にもありますが最も密接な関係がありますからここでもそれだけについてごく簡単に述べて 読まれる上の一助としておきたいと思います日本書紀というのは古事記から八年後に完成したもので歴史書としては古事記と比較にならぬほど詳しく遺伝を広く列挙したりしてはるかに大部なものであり文章も難しすぎるところさえあるくらいの純漢文で書かれていますしかしわずか八年を隔てているだけであり 共に天地の始まりから日本の由来を書いたもので、記事が古事記と並行しているので、昔から日本書紀を読むのに古事記が参考にされてきていました。一体古事記の価値などということは、今から200年ほど前まではほとんど誰にも自覚されていなかったものです。その進化を発見した記念すべき偉大な尖閣者は、鴨のノマ 元折のりなが、中でも元利王であって王は久しくその価値の埋没されていた本書に太陽のような輝きを見いだしたのですそれから後に「古事記」の特筆も初めてやかましく考えられるようになりました元来「日本書紀」は記事も一体に詳しくまた遺伝を列挙したりしているように見えながらそれは品風の歴史という概念にとらわれていた結果からで そのために例えば「古事記の神よで制裁を放っている出雲の大国主の神の数々の興味深い物語などがかえって削られたりしている始末となっています。人代になってもいわゆる民族文学として女子史的性質や好奇を大いに発揮している英雄の神武天皇大和尊御子とあるいは幽略天皇その他の方々の古伝説 すなわち当然花々しく花葉を多く混ぜて序寺詩風に古事記で描かれているところも日本書紀では全く削らないまでも急に冷たい部屋にでも入ったような書き方に変えられてしまっていますこれに反して古事記は現在の我々が考えるような歴史的記述ということには案外のんきでその時手に入った資料にある限りの興味の多い古伝説を欲張って載せています すなわちことさら死かつめらしく構えないでいて、かえって伝え事の中から生き生きと心を打つものを取り上げることに熱心であった古事記の方に、つくろわぬ姿が見え、今の我々にも興味と感動とを合わせての包みきれぬ魅力を備えている次第です。最後に古事記を読む太陽ですが、これはそういう私自ら顔負けのすることでありますけれど、ぜひに、 これだけは述べておきたいいと思います。私は何でもかでも古典でなければならない古典を読めばちゃんと書いてあるやれこれは我々の聖書だなどと理屈をつけて古事記を読者に勧めるそうした態度は取りたくありませんそんな気で読む人は大抵もう実物を読む必要のない人でしょうそれよりもむしろ物珍しい気持ちで書をひもどき読みゆくうちに 微笑ましい親しみでも感じられたらそれだけで十分と思います理屈は全くそれからのことであってよいのですこういうわけで中身だけ読めばよいというような砂を噛むような口語を並べないようにと注意だけはしてきたつもりですただし私の能力の足らざる恨みは自らここに告白させていただかざるを得ませんなお系譜の部分の まるでカタカナの砂ぼこりみたいなものは困ったものですがまあ訳は分からなくても口に発音してみて自らの口つきが嬉しくなることもあったら取り柄だとしておきましょう注意してご覧になると実はあの中にも後の事件をはらむ秘密がこっそり潜まされていたりします不損ながらひたすらご愛読を得たいと存じます昭和9年11月3日 蓮田全名。